醤油をちょっと垂らしまして、で水を同じぐらい加えて、ちょっと多すぎたかな水が。チーンとなりまして、餅をちょんちょんとつけまして、で熱いうちに海苔をポンとこう両面につけまして、ピッピッピッとやってね、で置いてもう一つもやって、醤油原液だとちょっと濃いからね、よっとピッピッピッとこうなじませてポンと置けば、シンプルイズグッド、素朴な味わいの醤油のり餅の出来上がりです。ちょっと小腹が減ったんでね、いただきます。喉が渇く、うん、なんか安心する美味しさ。今ふと思い出したのがね、日本昔話で鬼ババ、うん、鬼がなんかこう男を襲ってて、で男がこうおじいさんの家に逃げ込んで助けてって言って、でおじいさんだかな、おじいさん餅焼いてて、で鬼ババとその知恵比べて、その大きくなれるかっていうふうにおじいさんが鬼ババに言って、なれると思うって言って鬼ババがこう大きくなって、で今度は小さくなれるかっていうふうに鬼ババに言って、鬼ババがなれると思うっていうふうに小さくなって、こんぐらい鬼ババがね小さくなって、そのねこう隙をついてこうシュッてこうおじいさんが鬼ババを手に取って、こうその餅にこうくるんでパクってね、あんごんって食べちゃったっていう、それで鬼をね退治したっていう、そのなんかその柔らかい餅にこうくるんで食べたっていう、なんかあれがなんかちょっと印象のことで、ね、今思い出しました、うん、なんか好きなシーンだね、なんか柔らかい餅に包んで悪い鬼を食べちゃったっていうのね、今なんか思い出した。喉に詰まらせないようにね、こうちょっと水を飲みながら、餅でね、喉詰まらせて死んじゃったりするからね、うん、ごちそうさまでした。なんか日本の和の、うん、素朴な味わい、うん、醤油のり餅でした。ぜひチャンネル登録をお願いします。あなたのインナーチャイルド、今日も元気？カツ丼でした。